ました。どうしたのよ、みんな。グニグニしてたの。しゃあねえな、目が。これなんだろうな、サヤエンドスナック。これ食いながら食べるもんかな。うん。いや硬くないからこれ。いや別に食い気じゃないから。普通にみんなとお話をしてあげるけど、うん、暇だろお前ら。お前らなんかもっと俺より暇なんだから。仕事もしてねえんだからやな、ブー太郎がよ。何にもやってねえやつらに言われたかねえや、クソがよ。俺がお前らを小バカにしてんだぜ、ぶっちゃけなあ。ふっ、豆噛めんのか。噛めなかったら舐めるわ。舐めれなかったら噛めるね。あの噛めなかったら舐めるから大丈夫です、うん、あ、これカルビーのだからいいやつだ。いや別に何にも悔しくないよ。いや、あ、ダメだこれ、あかねえな。お、あ、いった。あ、これか。あ、一番いいやつだこれ。ああよいしょ。いや、響きとかそういうことを言ってんじゃないよ。うまいか飲んだんかなってお前ら関係ないんだからよ。お前らの食い物じゃないんだから。静かにしてて。ないよ、もう。まあ、いや、食ってみとかもういいから。それより、タバコ先に吸いてんだよ。うん。連投でしかよ攻撃できねえなんて悲しいな。あ、頑張れよ。どっちが病気かっていうのはもうコメント見てわかるからな。しゃあなしで、もう。頑張ってね。
だまあ船はもう病気だからもういいって。しゃあねえね。あれはもういつも病気だから。汚いからの意味は全く分かんない。生きてるの嫌にならない、全くならない。うん、全くなりません。はいはい。むしろ楽しいわ。だってお前らにごめんなさい、ごめんなさいって言ってやいいんだから。おい、させん、させん、させんだけ言ってやいいんだから。楽だよこんな。うん、ありがとうね、みんな。いつも俺の放送を見に来てくれてありがとう。ありがとうございます。また泣いた。いや、タバコが言っただけ。うん、すいません。うん、ちょっと待って、閉鎖するから。あ、なんで閉鎖だ。まあ今あるで、あれだな、タオカに行ったからだな。腸がこう、ギャーって動いたんだな。うん、いやもう引退するかもしれないですよ。うん、もうあんまりなんか放送にも魅力を感じなくなってきてるんで。はい、マジで。そうですね。そっか。引退した方がいいか。しゃあねえな。うん、わかったよ。じゃあ、これ、ラストの引退放送にしようか。な。しょうがねえな。おめえらは、やめろやめろ言うんだ。うん、分かった。今日で引退するわ。ありがとうございます。今までありがとうございました。本当本当ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。うん、まあ、なんかしんねえけど疲れちゃったかな。いっちゃおうよ。でした。うん、まあでもよくよく考えたらよく18年もやってきたなと思いますけど。はい、ありがとうございました。うん、なんで引退するの。だってみんな辞めろって言うから。うん、まあもうそろそろ辞めてもいいかなみたいな。うん、ありがとうね。
こちらこそ本当にみんなありがとうございました。長い、まあ初期から見てる人がいるのかどうかわかんないけどさ、まあマジでありがとう、ありがとうございました。そうだな、アカウントもう消しちゃった方がいいかな、うん、いや俺もでもだいぶ長くやった方だと思うよ、うん、自分で言うのもなんだけど、いや疲れたっていうか、うん、みんながもうそうした方がいいよって言うんだったらそれでいいんじゃねえの、うん、なんだこっちゃせんよ、いや本当にありがとうございました。うん。エンディングにはちょうどいいんじゃねえか。こんな感じが俺のエンディングは。負けていいのか、あ、消えりゃもう知られることもないから、うん、ライブありがとう、長い間お疲れとかね、うん、別にもう長い、まあ長いかどうかわかんないけど、うん、ありがとうございます、本当に。うん。なんだろうな。なんか、いろんなことがバカバカしくなっちゃったよ。いやまあバカバカしくなったっていうか、いやもういいだろうみたいな、うん、次面白いやつとかも多分いるよ、うん、な、老害は、うん、いらねえだろ、そうだな、面白いやつはたくさんいるから、まああんま心配はないと思う、うん、
どうやっていくっていうのまあしゃあねえんだよ、うん、ぶっちゃん江口何考えてんだよ。あ俺が今俺が今何考えてるか。バーカやめるわけねえだろうがよクソどもよって思ってるだけ。ざまあ見ろだよ、バーカって思ってんだよ、当たり前だろお前。こんなよクソみてえなコメントあげてるパータローどもによ俺潰せるわけねえだろうが、こらやってみろよ、お前こらおい、クソ、これやるあてめえ、佐野舐めてんのかよ、この野郎おいこら殺すぞ、この野郎てめえ、本当にまとめてよ、おい佐野ちゃん勝ち確ナムル決まったあざらす。おい舐めてんのかこの野郎。この野郎ケツ蹴ってやろうかおめえらの。おいおいでつけっぱなから、お今から行くから待っとけよ、来いよてめえ、本当に来れんだな。おい、俺包丁持って用意しとくからよ。ああ、来いよ、おわい。お前ら見たな、今わいが今から行くから待ってろっつったの。おい、この野郎、来いよ、もう。遊んでやっからや。あ？うるや。やっぱ佐野だよ。だからこういうひっくり返しとかたまにあるといいだろう。うん。なあ、これ佐野だから。佐野だから。ああ。何が今から行くから待ってる。てめえどの口が言ってんだこの野郎。おい。いいから言ったっていいけどよ。バカなの。いいから豆食えや、もうそんなにいいんだよ、ほんとで、俺もうちょっとしたらアマゾンプライムで鬼滅の6話から見始めるからね、君たちとの放送は終わりだから、ごめんね。そうそう、ここで。5話前は見たんだよ、5話。だから、この画面でな、もう放送やれなくなるから、インターネット切って、配信切って、俺はただ映画見るだけだから、映画っていうか、プライムな。
だからそういうことなんで、うん、いや YouTube じゃないよ、 Amazon プライム見ます。あれ何話まであんの最後。俺それ知らねえんだ。俺5話までは見たけど、次6からか。タンジェロとかいいかな。おめえ26だいぶ長えな。だいぶ向こう側だな。おい、5話までしか見てねえ。チャンマンから見ても鬼滅は面白い。いや、だからみんなが面白いっていうか、あのね、鬼滅の刃は面白いっていうことを言うやつはいないんだよ。なんか泣ける泣けるってみんな言うから、なんで泣けんのかなと思ってよ。いや、面白くはね、俺5話までは見たけど、別に何の面白くもないんだよ。なんで泣けんのって言うぐらい。うん。いや、俺だから、お前らがみんな言うからよ。大半が面白いって言ってるわ。ああそうなんだ、面白いやつなんだ、だったら俺もみんなやめる。俺あんまり面白いのとかは見ないから。だから俺泣ける映画が好きなのよ。うん、意外と。だから俺なんかはもう大好きな映画って言ったら奇跡のリンゴとかな、ああいう系と、あのジャパニーズムービーで言ったらあれはいいや。ああ見たことあんのお前らねえ。あとポップ屋とかも好きだしな俺。まあ、ポッポ屋の時の、広末涼子は可愛かったな。見たことあんのかよ、お前、この野郎。ケンさんのだけ。だから、居酒屋長寿とかな。だから、長寿がうめえよ。人をぶっ飛ばしてよ。議員かなんかのなあぶっ飛ばして、あの警察署行って出てきた時に母ちゃん待ってて、あんたもつに毎日火入れてたから、もうよし、痺れるんだよ。ああああポッポよ、あれあれ、うん、高倉の件さ、高倉の件俺大好き。あ、いや俺はアウトレイジャー見ないよ。いやトータルで見てるけど、いやもうちょっとひどすぎんだよ。えぐいなって感じ。首に紐つけてよ、車で引っ張ってよ、お前落としちゃうとかよ、あれはちょっと
まあ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 、いやいや、あるかもしんねえけど、ちょいえぐいよな。袋かぶせて。だから椎名桔平がやられてんだけど、あれ若い人だったんだけど、なんで全部見てんの。まあ即死とか、だからあれはちょっとなあと思ったけどね。なんまい。いや、ビートたけしがどうのこうのっていう話じゃねえと思うけど、まあ、監督はたけしだからな。泣きたいんだろう。もう泣きたいんだったらやっぱりね、ケンさんの映画だね。おっぱや俺は好きよ。死んだ子供が蘇ってお父ちゃんに会いに来たっていうあの設定は俺は結構好きよ。まあ見てみ。まあまあファンタジーなんだけど、ありえねえよって思うんだけど。俺はだから僕はいい映画だと思うよ。俺だってトータルでポッパ屋は、ポッパ屋が3回か。で、幸せの黄色いハンカチはもう3回ぐらい見てる。あなたへ、ケンさんの、奥さんが、ねえ、刑務所の、あれだろ、これだった時だろ、姉さんが。奥さんがな、歌い手でな、全部知ってっから、お前。あれもいいね。昔歌上手くて、って。なあ、写真館の前で、自分の女房の、若かった頃の写真を見た時のケンさんとか。でもね、あれはね、あなたへはね、草薙が邪魔。ジャニーズは入れるなって話。あ、佐藤浩市はかっこよかったよ。な。そうだろ、佐藤浩市は、いや、ググってねえだろ、どこにキーボードあんだよ。俺が語ると見る気が失せますね。じゃあ見なくていいんじゃない？まあ、みんなも、見てみて。だから、ケンさんのラストムービーだろ？あなた映画。なんだよな、確か。滝だからそれあれだろ、船場のおっちゃんだろ。あれもあれで終わりだもんな。
船は出さねえっつってなんか最初言ってたねんな。なんだろう。送り人は俺見たことない。あのあれだろ、あのジャニーズのあいつのやつだろ、見ないよ。うん、送り人は俺見てない。うん、っていうかね、俺やっぱね、俺菅野美穂好きだから、奇跡のリンゴは好きだな。かわいいのよ。まああれはまあ実はベースで基づいて作ってる。でまあ、リンゴ農家の話だから、ね、だからすごいなって思うんだよ。イグアナのなんとかなんとかじゃねえから、奇跡のリンゴ。いや、もともとね、リンゴっていうのは農薬を使わないと育たない果実だったのを使わずに、まあ自分の母ちゃんがな、アレルギーだったから、旦那がな、どうやって農家やってっかって考えて、